Traveler's Cafe。 ライフトラベラーズカフェへようこそ。松並博です。若菜です。ナビゲーターの竹井博菜です。世界各国で自分らしいライフスタイルを送っている素敵な方々にインタビューをし配信するライフトラベラーズカフェ。このバージョンはみひろさんと若菜さんが日本に来た時に各国で旅してきた時のお土産話と皆さんからの質問に直接答えるカフェトークでお届けします。今回はどこに行ってきたんですか？はい、今回はマウイ島なんですけど、はい、なんでマウイ島かというと収録のために行ってきたんですよ。収録撮影、収録何の録音、録音で何の、はい、収録かというと、はいどうぞ何の収録かというと、この番組でお話ししたことがあるかどうか忘れちゃったんだけど、ライフツリーカードって、あ、はいはい、お話ししましたよね。聞いてます。ライフツリーカードを作ったじゃないですか、うんうんうん、で、そこに、まあ、小さなメッセージ本を作ったんですけど、そのメッセージ本をの、まあ、メッセージをですね、録音してほしいというか、まあ、オーディオでほしいっていう声が結構あって、うん、で、どうせ録音するならば、大好きな木があるところで、はい、やりたいなと思って、でそれで浮かんだのがマウイ島の、前もお話ししたかもしれない精霊の森っていう私たちが呼んでる森があって、うん、フェイスブックに写真が出てた、うんうん、そうですそうです、ね、本当に精霊がいる、なんかいつもね綺麗な光が映るんですけど、うん、そこがいいなと思って、ちょっと弾丸で行ってきたの。でもその、うん、なんでそのライフツリーカード の、 そのオーディオを作ろうかと思ったかというと、うん、僕が今年、まあ、毎年春と秋に講座をやってるのがあって、山形の明月荘という旅館で、でその講座を僕はもう魂とエネルギーを込めてこうみんなにメッセージを送るわけですよ、うんうん、でも、まあ、みんな「ほうなるほど」って聞いてるのね、うん、でじゃあ今日はじゃあちょっとそのライフツリーカードを読みますって言って、このライフツリーカードの本能を僕が読み始めたらみんなダーって泣き始めるの。僕の話はあんまり感動しないけどライフツリーカード読むのが泣くみたいなと思った時に、あ、このなんか朗読は、うんうん、なんか提供した方がいいかもしれないと思って、うんうん、まあ、どうせだったらそのね文というか、メッセージを書いた本人が読んだ方がいいなと思って、うん、じゃあどこで撮るってなった時に、じゃあその木がたくさんある場所で撮ろうっていうので、うん、弾丸で行ってきたと。へえ、絶対いい CD じゃないですか。そう、自然の音がねすごい、すごいファイルものを作ろうということで行ったわけですよね、若菜さん。なんですけれどもですね、はいはい、そうしましたら、もちろん素晴らしい撮影になりましたよね。そしたらでもね、なんか、うん、いやそこね、僕たち毎回行くんだけど誰もいないのよ毎回、うんうんうん、何回行っても誰もいないのに、うん、今回行ったらすごい人がいて、なんでちょっと今日騒がしいなと思って、うんうん、車も、ね、止めれなくって、本当に道路沿いに止めるのね、山の、も誰もいないから、そうなんだけど、そこもどこまで行っても止めれなくって、でね、おかしいなと思って、うん、2泊で行ったのね、で今日は本当に弾丸ですね、はい、で今日はもう収録しないで、じゃあ明日の朝早く来ようと、うんうんうん、朝早くだったら、まあ、きっと誰もいないから静かに撮れると思って次の日も早起きして行ったんですよ、うん、そしたらまた人がめっちゃいて、そうで、どうしようちょうどね、メモリアルデーってアメリカの、うん、まあ、祝日だったんですよ。でそこに重ねて多分皆さんお休みを取られてて、うん、で、まあ、観光で、うん、はいはい、マウイにいっぱい来てて、でその近くに、まあ、すごくいいビーチがあるんですね、うん、そこに行くためにみんなその森を、まあ、通り道として通ってくる、近いからなるほど、あ、じゃあ別にそこに、そこの森に来たわけじゃなくて、うん、通行人がいっぱいいる、通行人がいっぱいいた、そうなんですよ、あららら、え、そう、まあそれはそれで、うん、ずっと通ってるわけじゃないから、うんうん、
途切れたら人が途切れたら撮ろうと思って何本か撮ったんですよ、自然の音も入りながら、へえ、いいな。でよしじゃあ、まあここまででいいやと思って帰ってきてチェックしてみたら、なんとなんと意味不明の音がいっぱい、ノイズが入ってて、うん、こんなことはないのに、そう、この今ね収録してるこの機械っていうかマイクマイクで同じので撮ってるんだけど、うん、なぜかね、なんか、まあ、ノイズといえばノイズなんだけど不思議とノイズが入っていて、ちょっとそれは使えなかったんですよね。でなんか1日目ね撮りに行ってちゃんと森にも挨拶して、でよし撮ろうと思ったんだけど、うん、でもなんかね、あの森は素晴らしいんですよ、うん、でもやっぱりそこに流れてる空気がやっぱり違って、たくさんやっぱり人がね通る道になってるっていうこともあると思うんだけど、なんかねもう集中できなくて、うん、なんかざわざわしちゃったりして、うんうん、でも頑張って集中してやってたんですけど、結構割とちょっと無理してやってた感じだったのね。でそしたらやっぱり案の定音声としても不思議な音が入ってて、やっぱり取れなくって、で2日目もあのすごくなんだろう、やっぱりつながって、自然とつながって朗読してる時って、私朗読とか全然下手くそなんだけど、あのなんかねやっぱ自分でも鳥肌立ってくる感じなの、なんか不思議なこの感覚になるというか、うまくいった時はね、そうなんだけど、でもやっぱりね人がこうどんどん通っていくたびに、なんかこうやっぱつながりきれなくって、でのいなんだろう、クラクションの音とかね、なんか聞こえてくるとわびっくってびっくりしちゃったりして、なんかうまく撮れなくてね。でそこでの結論は何かっていうと、はい、あのその森で全部撮ろうと思ってたのね、うん、もう早く撮って皆さんにジャイコお届けしたいと思ったんだけど、あのライフツリーカードって例えばムーンっていうカードとか、うん、オーシャンっていうカードとか、そのウィンドって風のカードとかがあるから、なんかそれぞれを感じる場所で撮った方がいいんじゃないかなって結論になったわけ。そういいかも、そう、ね、でもね不思議とツリーっていうカードがあるんですけど、はい、そのツリーの時だけすごくいい感じだったんですよ、うん、そこはね撮れてるじゃん、うん、そう、そこはもうそれが鳥肌がちょっとこう自分では立った感じの不思議な感覚になった唯一のもので、他のテーマはねどれもダメだったんですよ。でもなんか今の話聞いて、お二人のこうライフスタイルってこうやっぱり旅っていうもの欠かせないじゃないですか。だからそのカードを1枚ずつあのなんでしょう、朗読を作り上げていく中でまた旅をしていくっていうのは、なんかすごくそこにいっぱいなんか夢と か, なんかこう楽しみとか喜びが詰まったものがなんか出来上がりそうだなってなんかすごく思います。きっとなんかそのカードのテーマがその読まれたい場所を選ぶ気がしていて、なのでそこに耳を澄ませてなんかその場所に行って、うん、あのつながってあの読んで皆さんにお届けできたらなと思ったんですけど、楽しみですね、はい、ということがありました。お待ちくださいませ、はいはい、いや素敵ですね。では今日のテーマに行きたいと思います、はい、今日のテーマは三尋さんと若菜さんの最近のおすすめのリラックス方法は何ですかということです、はい、このテーマはリスナーの皆さんからの質問を元にしています、うん、今回は町田市にお住まいのラジオネーム、はい、池田さんよりいただいております。はい、最近おすすめのリラックス方法か、うん、なるほど、リラックス方法、はい、若菜さんどうぞ今アイスと違う感じですね最近のリラックス方法ね、うん、なんかあのほらよくこの番組でも、うん、例えば三尋さんだと海に入るのがよく聞くはい、聞いたりとか、はい、若菜さんとかも香りを、はい、楽しんだりとか、うん、まあ、そういうのをあの聞くんですけど、はい、なんか都内にいるとやっぱりリラクゼーションってなかなか難しいと思うんですよね。町田ですもんね。町田も結構都会ですからね。そうですよね、都会ですよねということは東京で都会ですよ、都会ですよ、都会ですよ、東京でどんなリラックスしてるか。あ、それ聞きたいです。今ちょっとね、分からないように笑ってたのに言わないでも、はい、
今日は、ね、映像も撮ってますからね。そう、はあ、そうだったそうだった、そうだ、全部顔に出てるから私顔隠さない、ね、だから東京でどういうリラックスをしてるかを言った方がいいんじゃない、うん、なるほど、それが聞きたいです、ね、まあ滞在日数そんなに多くないと思うんですが、うんうん、まあ、そういうちょっと都会というか、まあ、東京、はい、日本にいる時にどういったリラックスを。僕ね、まずね、あの家、東京の家ではあの青磁を炊きます。青磁というのはあの葉っぱの、うん、そう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 、あの白いやつですよね、白とか、うん、なんかホワイト青磁とかいろいろあるみたいなんですけど、うちはホワイト青磁をね炊きます。で青磁を炊いてその匂いを浴びて、うんうん、だとリラックスする。うん、あれって何がいいんですか？なんかたまにタコ状態、うん、あの浄化にすごくいいのと、うん、ま、その空気を浄化するだけじゃなくて、いろんなこう気とか、ね、あの気持ちとかって、うん、やっぱりね、目に見えないけどこうなんだろう、心を左右するいろんなものってあるじゃないですか、はいはい、それをこうクリアにしてくれたり、うん、すっきりさせてくれたり、ちょっと自分とこうつながって集中させてくれたり、いろんな効果があると私たちは思っていて、うんうん、朝起きたらすぐやる。そう、必ず毎朝起きて、あのどんなにやることがあってもキャンドルに火をつけて、でそれで青磁に火をつけて、で一応家の中をこう青磁でこうちょっと浄化して一日を始めるっていうのをやってます、うんうん、あ、なんかあのどこかのホテル行く時もやられるって言ってましたよね、うんうん、そう、家に帰ってきた時もやって、はい、あと朝も毎朝やってっていうのを家だけに限らずホテルでも。そうかそうか、うん、まあ、ホテルだとねちょっとあの火が使えないけど、うん、なので青磁のオイルとかもあるので、その青磁のオイルでスプレー作ったりすることもあるけれども、うんうん、ちょっとそのこういうそういった切り替えのなんだろうね、ものを持っているとそれだけでもリラックスできるよね。ヒロさん、じゃあ政治を炊くっていうのは結構その1、気分転換になる、その1、うん、はい、わかんない。私最近、あ、その東京でだよね、うん、その東京でのそのちょっと生活がちょっと私たちにとってはまた非日常というかなんですけど、す、ね、ハトバスとか乗り行くもんね。乗らないっちゅうの乗ったことないっちゅうの、おのぼりさんじゃない非日常っていうか、いやいや、私なんか私の中ではこうちょっと非日常、たまに来る場所だからね、まあそっか、うんうん、なので暮らし方も結構ちょっと違ってて、あのまずね、やっぱり、ね、家を整えること、これがもうリラックス法で、でね、この前すごくあの思ったことがあって、あの、ま、私たち旅から帰って次の旅に行くじゃないですかっていうのを繰り返しているので、東京ではその打ち合わせやイベントや講座の他に、会食とかの他にやることはやっぱり前の旅を完了させて次の旅を始める準備をするっていう場所なのね。なんだけど、だからすごくどちらかというともう家でゆっくりするとかも全然ないし、家の中ではずっと動いてるし、だから掃除よりももうそっちをやんなきゃいけないぐらい結構タイトなスケジュールでやってるので、はい、そうなんだけど、 だからこそちょっとなんだろう、自分たちのがいない間もずっとこうね、お家としてその空間を守り続けてくれてる、まあ、お家に対してもすごく感謝がこう出てきたりとかして、でなんかね、そうこの間すごく忙しかったんだけど一生懸命掃除したんですよ、うんうんうん、いつもできる限りしかできないけどそれよりもちょっと頑張って掃除してたのね。 そしたらなんかすごくね、大事なことに気づいたというか、なんだろう、私たち今ハワイにも住まわせてもらって、ご縁あって住まわせてもらって、今は東京にも住まわせてもらって、で各地にね、いろんな滞在させていただけるお家というか場所があるんだけれども、でもやっぱりね、その時にやっぱり自分がお世話になってるお家はもうどれも平等に大切にしなきゃいけないって思ったの。でそれを思い出したのがあのね、バリかどっかの人が、あの奥さんを何人も持ってるっていう話を、そうそう、何人間の人と結婚してる人がいるんだって。多分日本人でいらっしゃるらしい。そうなのよ。ええ、そうなんです。そうなんですって。で本当に何人も奥さんがいらっしゃるのね、うん、でもその人、その旦那様は
どの奥様にも同じだけお家を与え、車を与え、要は同じ愛を与え、同じだけの時を過ごすっていうことをやられてるのね。へえ。でもなんか他のそういう話を聞いた時もそれ聞いたんだけど、やっぱそれができないと、要は それだけの奥さんを持つことはできないよねって、その資格はないよねっていうことらしいけど、それを思い出して、でこれだけ滞在場所がたくさんありがたいことにあって、でもすごく忙しいだけれども、でもだからこそ私たちは今お世話になってるお家一つ一つどれだけいなくても大切にしなきゃいけないっていうのをすごく思って、あのその気持ちを忘れてたなと思って、で一生懸命結構水拭きとかしたんですよ。でその後なんかツルツルなったじゃないですか、うんうん、滑って転んだんですよ磨きすぎて、うん、ちょっとツルツルに。でもそのね、掃除している時もそうだし、している時の自分の心持ちもそうだし、した後のスッキリさもそうだけど、そこがね、なんかすごくリラックス、深い部分のリラックスにつながったので、なんか掃除、プチ掃除、心を込めてプチ掃除するっていうのを、割と東京にいる間はもう曖昧間にずっとやってる。いやちょっとハッとしました。今ハッとした、うん、どの辺が、なんかその場所に対しての愛情みたいなものってなかったかもしれないですね。なんかちゃうよね、住まわしてもらってありがとうって思ったことなかった今まで。そう、今の今まで一度も、うん、でもね、私もその昔はねそういうのはなかったんですけど、うんうん、でも例えばこう長い旅から帰ってきて東京のお家開けた時にその雰囲気がね、もう私たちが旅立つ時と全く同じなの、うんうんうん、待っててくれる感じっていうかな。なんか普通さ、使わなかったら埃も出るしさ、家だってちょっともし人間だと仮定したらさ、ちょっともうねやさぐれちゃう、そうそうそう、やさぐれちゃうなのにもかかわらずこうやって綺麗に生まで待っててくれて、いつもこうウェルカムみたいな感じでやってくれる感じがすごいなと思って、私にそれがもし同じ立場の自分が家だったらできるかなって思った時に、この家って本当にすごいと思って、でなんかまあ私たちが初めて一緒に住んだ家でもあるので、そういった意味でもなんかね、いろんな感謝が込み上げてきて、そんな感じだったかな。素敵、そっか。どっかお家に帰りたくなりました。あー、いいね、うん、それがリラックス、帰ろう、うん、でもおやついっぱいあるから食べてから帰る、はい、そうですじゃあもう質問いきますか。そうね、はい、はい、じゃあ繰り返しになるんだけど、あの、リスナーの方にも答えてほしいので、今日の魔法の質問はあなたのリラックス方法は、おです。皆さんいかがですか。これ改めて考えるの大切ですよね。そうなんですよ、確かにね、そうなんですよ、うん、私のリラックス方法はですね、あのお風呂に入ることですね。あの、こう寒い日とか、あの寒い日とか、まあ、夏でも全然いいんですけど、こうお風呂に入った時のっていうあのホッとする感じがすごくやっぱり好きで、うん、あの瞬間ほどリラックスの瞬間だなと自分で思います。ちなみに何か入れるの？あ、なんかあの友達に教えてもらった入浴剤があって、酵素の、あの入浴剤なんですけど、それをたまに入れて入ったりしますよ。それを入れて入るとなんか体温が38度ぐらいまで上昇して、めちゃくちゃ体がすごいフラフラになりそう。そうなんです。だからなんか熱が出ないよねそれ。なんかこう体の体内の菌をこう抹消滅消すごいね。してくれるみたいな、あ、でもさ、お風呂もリラックス方法で撮ってるね。撮ってるね、必ずお風呂入るね。お湯って使います？はい、はい、あ、結構どこ行ってもですよ。へー、お風呂があるところでは
へえ、なんか勝手なイメージでシャワーの人たちかと思ってました。本当、お風呂の人だね。お風呂の人です。シャワーの人ではないかな。でもなんかこういう時はお風呂にこれを入れるっていうのがあるんですよ。え、なんですか。あ、ちょっと大丈夫ですか。はい、どうぞ。それも細かくいろいろあるんだけどね。あ、例えばあのフライトの後とかはやっぱ電磁波っていうか、放射線のとかすごい、まあ、私たち結構浴びてるので、あのそういう時はそういったものを流すあの天然の塩の塊があるんですよ。うん、そうすごいね、なんかね、電磁波だよ。電磁波とかもう木とか余計な余分なものをこう全部流してくれるっていうね、天然のお塩があって、うん、塊なんですか。塊、なんていうの、桜っていう、桜っていう、そうなんかね、何センチこれ、これぐらい、5センチぐらい、そうだね、大きいのは5センチ、氷みたいな形になってるんだけど、あ、氷砂糖みたいな感じのイメージ、そう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 、が袋入ってるやつがあって、それを前昔ね、だいぶ昔教えてもらって、それからそれはこう浸かるようにしてたりとか、あとはね、あの最近お気に入りはね、あのね、あのネオナチュラルさんっていうところで出してる、岐阜かなんかで取れた竹炭、竹炭、竹炭っていうの、何ですか、竹炭、竹炭っていうのがあるんだよ。なんか調べるとね出てくるかも。植物とかそういうんですか。そう、竹の匂いがする。竹なんかちょっと、そうそうそう、少しねいぶした匂いがするんですけど、あ、そうそうそう、あ、この今ネットで見ていただいてます。竹炭っていうの、それ竹炭って思うんです。そう、うん、でこれを入れるとも、ね、もうね、温まる、冬は温まって、で夏もやっぱり芯からちょっと免疫が上がる感じがするし、で何よりこう香り、天然のこう竹の中にいるみたいな、竹やぶにいるみたいな感じ、最高ですね、うん、がもう最高で、そういった感じとかね。あと酵素も入れるときある、ね、酵素も入れるときあるね。その時のだから体調とシチュエーションによって体が何を必要としてるかなっていうのを、まあ、自分たちなりにね、あの考えて、あのやってるかな。はい、いや、いいですね。さっきお二人はあのそれぞれリラックス方法を言っていただきましたけど、うん、他に何かありますか。まあでもその今ちょうど言ったお風呂が二人のリラックス方法といえば、まあそうだね。私あのね、最近あとね、風を感じるっていう、風を感じる、どこで感じる、風というのはウィンドウの風ですか。いや、外外でも家の中で窓を開けた時にスーって、あれは多分ねどこでも感じられるじゃない、東京でもさ、うん、朝とか開けた瞬間の最初のこの一風っていうの、うん、あれがね皆さん浴びた方がいいと思う、うん、あれだけでね、ものすごく ね、 いいね、緩ませ細胞が緩むのを感じて、うん、改めて、あ、風になんか風を浴びるっていいなって思った、うん、はい、はい、が僕らのリラックス法でした。で皆さんもぜひご自身のリラックス法をね、毎日きっと忙しいと思いますから、うん、合間合間でぜひあのちょっとリラックスしてほしいなと思います、はいはい、ライフトラベラーズカフェは世界各国から不定期でお届けするプレミアムトラベル版と、今回のように日本に来た時に毎週お届けするカフェトーク版があります。皆さんからの質問もお待ちしています。次回の放送も聞き逃さないようにポッドキャストの購読ボタンを押してくださいね。それでは良い週末を。Life Travelers Cafe.